今回はなんとサンリオのゲームを実況プレイしていきます。で、中身こんな感じですね。まあカセットがあって説明書がある。もう昨今のゲームソフトはもう説明書がもうゲームに内蔵されているので、まあこういうね書面による説明書っていうのはもう珍しいですよね。はい、ちょっとどういうゲーム性かわかんないんですけどね、ちょっと今回こちらのゲームにチャレンジしていこうかなと。おー、面白そうやん。うん、やります。サンリオのパーティーへ行こう。はい、実況していきます。なんか中古ショップでね2000円ぐらいやった。この時代のゲームで2000円ってちょっと高いですよね。はい、やっていきます。サンリオはちなみにシナモンが一番好きかな俺。あれ、あとはあんま分からん。いろんなところをタッチしてみよう。どないしてん。お、来た。これもう右のスタートでいいんかな。行くよ、もう早速行くよ俺。ほんまに俺サンリオにわかやからさ、逆に新鮮や。みんなにパーティーの招待状を渡しましょう。招待状と同じキャラクターを探してタッチしてください。あ、ミニゲーム集みたいな感じか。よし、やってろじゃねえか。あと5枚。黒うさ、あ、こいつ。はい。あ、これ、何これ、モグラ叩きみたいな感じ。キキ。キキっていうのこいつ。この青やつでキキっていうんや。あ、キキララや。あ、ちょ、これシナモンに渡したいねんけど俺。キキララとかあんま知らんからさ、シナモン、これシナモン。ケロッピ、お前なんか薬とかによう乗ってるやつやん。おい、薬局におるよなこいつな、ケロッピの人形。うわー、昔バツ丸のあのキーケースみたいな俺小学校の時持っとったわ。うわー、シナモンはこう黒みちゃんとかシナモンとかっていまだに人気投票1位とかなるよな。へー、この時代に生まれたキャラクターじゃいまだに人気1000級張ってるって感じだ。まだまだなんか俺も負けてられへんわほんま。ドレスを作ろう。いろんなところをタッチしてみよう。シナモンでやりたい。ドレスにアイロンをかけましょう。時間内で 100% になるようにアイロンを交換しましょう。てか、なんか何気にフルボイスやな、このゲーム。林原めぐみさんでしたっけ？キティちゃんの声って。林原めぐみの声がちゃんと聞こえる。出た出た、こういうミニゲーム集。もう、楽勝すぎる。嘘でしょこのゲーム。で、もうパート3でいいのこれ。買い物をしよう。お、これちょっと面白そうやん。あー、まあマイメロで行ってみようか。クロミのいたずらでマイメロの、カートの中ぐちゃぐちゃになっちゃいました。鍵をヒントにカートに入っていたものを探してね。わかった。クロミ、そのついでにクロミちゃんちょっと芝居とくから、ええよな。いや、やめて。わかんない。カートに入ってたのどれ。あ、なにこれ、暗記ゲームか。全然覚えてない。もうなんか、でも、上に、なんかこの、あれや、シルエット出とるから、これ、わかってまう。人参、大根。ちょっと右下の微妙にわからんけど、まあ、多分レタスやろうな。何作んのこれ。野菜炒めかなんかですかね。はい、はい。あ、ミニゲーム。ははは。こんなんでクリアでええんか。じゃあパート4行きましょうか。あ、お前料理なんか作らしたら俺の右手に出るもおらんで。カレー作りたいな。でもな、材料を炒めよう。炒めるって言っちゃってるからもうカレーじゃないわ。フライパンの中身をタッチペンで動かして炒めよう。炒め終わるまで焦がないように気をつけてね。野菜炒めかなんかか、やっぱ。じゃあ、さっき買った野菜全然見えへんねんけど、これ何、ひき肉。はいはい。何やろこれ、なんかミンチですかね。これ何作ってんの。気持ち悪い気持ち悪い。あ、全然火通らんわ。ずっと生焼けや。あ、これ火出てんのかこれ。はいはいはい、炒めてますな。一生懸命炒めてます。かなり炒めてます。この上のゲージがゼロになったらええんか。炒めてます。はい。あ、でもちょっと焦げ目ついてきたか。はい、成功しました。これは料理と言えるんでしょうか。ちょっと待って、これもしかしてさ、例えば今ケロッピタップしたらケロッピのモードでまた違う料理できるじゃんこれ。あ、これやっぱそうや。あ、もうな、今までのやつじゃ全部そうなんか。え、どうしよう。とりあえずやるわこれ。材料煮込んで、あ、カレールー、はい、カレールーですね。ん、あ、なるほど、焦げないようにってことか。
オッケーオッケーオッケー。なんかこれっぽいたこ焼き焼くゲーム最近やった気がする。あのこのあれ、なるほど、アクが浮いてきたらこう奥に沈めるってことか。アク取らな苦なるで。カレーすごい、6個まとめていくのきついよこれ。もうきついよ、もうええねんな、もうやめるぞ。あ、成功しました。このゲームはね、二度とやらないね。じゃあ白草と黒草モードいくか。失敗しないで最後まで作れるから任せろお前。そんなん料理動画何番上げてると思ってんのお前。カレーがいい。これもしかして最初にこのメニュー決めなあかんのじゃない。カレーあ、なるほどね。あ、これおもろそうやんけ。じゃがいも洗って人参切って炒めて煮込む。先になんかルール煮込んでる人いました、さっき。担当はキチちゃんよろしくね。はい、任せて。オッケーオッケーオッケー。蛇口から流れるお水に当てて材料洗ってね。オッケー。じゃあ行くよ。はい。あ、オッケー。ごめんなさい。手動かしたの俺だけでキチちゃん何もしてない。手振ってるだけ。でも可愛いから許す。あ、できた。なるほど。あ、なるほどね。こうやってもう一個一個。これ今一生懸命こうやってタッチペンでグーってやってます。はい、ちょっとこの俺の仕事量がみんなに伝わらんのが残念や。はい、やってます。やってる。これ多分あれやな、真っ先にまず黒うさのモードで何作るかっていうのを指定してからやったな。絶対にな。成功や。よし、あ、材料切る。花ちゃん、よし。お、これ面白いやん。はい、みじん切り。おお、でも俺こういうなんかいいな、こういう切り方好きやわ。この輪切りにするのがなんだかんだ一番美味しいのよ、玉ねぎって。はい、でちなみにこの花ちゃんとかいうキャラほんまに3人のおんの、これどさくさ負けてなんか偽物かなんか紛れてないのかちょっと心配なんだけど、それだとシナモン、材料炒める。あ、オッケーオッケー。フライパンの中身タッチパンで。でお前さっきのひき肉何やったんじゃこれ。これはちゃんとカレーやな。具材がすごい少ない気がするけどね。これもとりあえず火通すまでいくで。ほら、特に玉ねぎなんかはもう飴玉色になるまで炒めなあかんからね。あ、徐々にこの肉とかに火ついてってるわ。ほら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 、ほら見てみ、どうや俺のプロの料理の 腕はこれ。ほら、あ、いや、この人参も中にね、この芯に火通った時のこの色が濃くなる感じ、甘いんやこの人参が。あ、はい、煮込みます。おごす。順番絶対、でもこのゲームだけはなんか言いづらい一緒やった。これはもう飛ばそう。もういいわ。まあでも料理は作れたからさ、次の工程に行ってんじゃない。あ、ようやくパーティーが始まるわけか、これで。じゃあやっぱシナモンのモードで行こうや。間違い探し、こんだけ料理作ってなんかおめかしして、二つの絵を見て違うところを見つけて時間なら、あ、オッケー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 。行くよ。ちょっとこれガチやん。ちょっと待って。まずこの帽子で、やべえ、これ俺絶対初見でいくわ。あ、この色違う。あと1個、あと1個、あと1個。カップの大きさ違うな。左、わかんない、わかんない、わかんない。あ、ここここ、ハートの方と上の丸の方。よし、このゲームおもろいやん。なんかもっとハードモードみたいなやりたいわ。シナモンの間違い探し。これだけつったやで。もう一回いこう、これ。これもっとやろうぜ。これなんか別の問題あるやろ。あ、二つの絵を見て。来いよ。おっしゃ、来い。あ、違うやつや。一個目は、まず、右のこのなんか赤いと黄色の違う。あ、ここの模様がハードが違う。あとは、キチジのヒゲの数は？あ、一緒か。待て。待て待て待て。待てよ。背景とか違うな。やべえ。やべえ、わかんねえ。キチちゃんのリボン違う。花。あ、違うわ。やべえ。ミスるとこれ、時間制限が削れていくんか。なるほど。あ、やべえ、これ、一生見つけられんパターンかも。え？あと一個ある？ほんまに？どこどこどこ？え？わかんない。わかんない。あ、これだ。
あ、じゃあ違う、時間切れになっちゃった。あ、最後の1個どこだったんですか。あの、答え教えてくれへん。今頑張りましょう。くっそー。ドツボにハマってもた。飾り付けルーレット。これ面白そうやん。お。はい。目押しすればいいの？ん？はい。あ、なるほど。上の画面に行くんや。じゃあ、バツ丸じゃないのがいいのか。はい。うわぁ、これ、あれやな。この辺。あ、これミスった。あー、バツ丸いってもうだ。すごい、これ、初速がすごい遅いからね。これ、体感的にはもうちょっと早めに投げた方がいいかも。あ、終わってもうた。あ、このゲームちょっと微妙やな。いや違う、まだあるわ。まだある。あ、ごめん、あの、飾り付けできるものが1個しかなかったんで。じゃあ、はい、これで完成にしましょうか。何このゲーム？うわ、パズルゲームなんか一番俺がやらなあかんやつやんけ。クロミちゃんにバラバラされた絵を持ったもん、そう。クロミちゃんなんかあいつ邪魔しかせんな。あ、なるほど、うわー。でもね、こういうのコツがあって、まずこの青いやつ。これは絶対に端にあるから、この端を最初にこうやって固定しちゃえば。あれ？何これ？もしかしてパズルってこうひっくり返る？うん、なるほど。あ、こうやろ？で、多分ここがこうやねん。うん。ここがこうやねん。で、多分これ下やから、こうや。で、こうやろ？あ、これ多分逆や。あ、できた！多分、じゃああとは、これと、これが違うんか。え、ちゃうわ。あ、これや。で、これとこれ入れ替えるんや。あ、ちゃうわ。え、あ、これとこ、これとこれか。あ、いけたー。しかもなんか結構時間余ったな。このミニゲームおもろいぞ。後半の。キティちゃんやってみようか。投票ゲーム。うん、急になんかライアーゲームっぽくなった。誰が一番多く投票されたか当てましょう。その投票されなかった子はちなみにどうなるんですかね、これ。いきます。はい、誰が一番多く育てたか。クロミ、なんで、おい、邪魔しかせん。クロミ一番人気やんけ。おい、どういうことやこれ。いや、クロミダントツ。クロミ5票、6票入ってる。いや、7票入ってるわ。もうこれをカウントするまでもなくクロミちゃんですね。クロミちゃんなんかあれ、サンリオの運営と寝てる、もしかして。すごく優遇されてる気がする。はい。俺、グモちゃんです。ね。ほら。結果発表や。あー、優勝してもうた。このいたずら好きの子猫ちゃん。じゃあ次このゲームいく。ダンスゲーム。これも結構おもろそうじゃない。うさ花を上手にダンスさせよう。流れてくるマークをよく見てタイミング。はい。普通におもろそうやんけ。うわー、なんかプレステのこの、あれみたいやね、ボタンみたい。ハート？はい。あ、今タイミング合わせて押せばいいんか。欲しい。ハート。これ何ですかこれ。ぐるーって何これ。あ、回せばいいんか。タッチペンで。ぐる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 。はい、欲しい。四角、欲しい。あ、ごめん。ちょっともういいかな。うん。じゃあ次の6番。着せ替え。着せ替えとかできんの？洋服やアクセサリーを変えて着せ替え。あ、いや、こういうの女の子好きでしょ。アクセサリーが、ドレスにする？まずは。まずドレスにしようか。あ、柄とか変えれるんや。いやー、悩む。あ、これいいわ。これ。で、次アクセサリー。うん。あ、でも、なんかパーティーやったらこれやな。なんかちょっとキティちゃん太ってるように見えるな。はい。これは、ドレスとアクセサリーしかないんか。だいぶレパートリーないね。はい。あの、しかもなんかあの、下のスカート履いてくれてへんし。でもなんか今まで俺ができてんかったミニゲームさ。他にあるや、道具拾いゲーム。布を切ろうとかあるやんか。ほら。お前、こんなん絶対やらなあかんやろ。ドレスを選ぶ。ああ、いいね。じゃあ、これ可愛いんで、これ行きましょうか。なるほど。これ、なぞっていくのか。番号順に、針をペンで押す。あ、別になぞら、いくよ。番号が出んのか。あ、
こういうなんかあの脳を鍛えるゲームあるよね。でももうほとんど左から順にいってるから、あんまこれ番号割り振ってる意味がないような、こう俺がやったことあんのは、こうなんかいろんな番号がなんていうのかな、このバラバラになってて、で1から順に押していくっていうのをこう探していくのが面白いねんけど、このゲームはこの番号振ってる意味がわからん。ケロッペの道具拾うゲームやってんよな。はい、おもろそうじゃねこれ。なぞればいいんか、道具全部拾えばいいんこれ。これアイロン、はいはいはい、なるほど。あ、すげえ、なんか思った以上にマップ広いな。でミシン、お裁縫箱、これやな、お裁縫箱やな。ちゃんと歩いてや、ちょっと時間ないぞ。あ、やべ、むずい。ここや、こっち、そうで、ゴルフグラブみたいなのありますね。あ、なるほど、そうか、上に出てるやつだけか、上のシルエットになるやつだけやな。ってことは糸、よし、これで刺繍できるやん。糸、あとハサミ、上にある、あのなんかトンカチあるけど、あれはスルーで、これで OK や。はい、できました。あ、ごめん、ゴールせなあかんのか、やばいやばい、あかん、やばい、ちょっと待って、間に合うかな、大丈夫かな、でもギリギリや、いけ、あ、よかった、できました。このマイメロちゃんのミシンかけるゲームおもろそうやん、これ。ミシンかけをしましょう。お？何？何これ？あ、わかった。え、ミシンってさ、こんなもうまっすぐにかけるもんなん？これでいいの？今こうもうスライドさせてだけ、タッチペンを。こうなんか右にずらすとか左にかけるとかない？あ、成功しました。同じボタン集めよう。これおもろいんかな。重たいの種類分けよう。あ、これええやん。割り振りゲームやろ。あ、上から来てる。おお、すごい。この青はここ。はい。あ、これなんかゴミ。あ、これ右。赤、こっち。これもないやつ。じゃあこれは無視でいいんか。あ、たまにないの紛れてくんね。これ面白いな。はいはい。で、これ右。これも右、はい、これ青、うん、オッケー。キティちゃんの布を選ぶゲーム。おお、なにこれ、輪投げ。いくよ、はい。おお、すげえ。え、なんか一瞬でよかった。なんか買い物行く項目でバツ丸くんのゲームもあるね。じゃあこれもやりますか。この影はバツ丸かな。なるほど、シルエットクイズか。いや、バツマロじゃないです。多分お裁縫の針いっぱい刺してる、あのなんかあのスポンジみたいなやつや。今のはこれ、うん、いや、ここバツやな。あのね、これね、ポケモンのピチュー。あ、クロミちゃんやった。あ、今のバツマロや。どう見てもほら、ちょいちょいバツマロくん出てくんねん。これバツマロ、はい、正解。こういう、どんどん、いや、これバツ丸。うん、なんやろ、これ、たぶん違う。あ、やっぱり。あ、これバツ丸。わかりやすいな、こいつ。トサカがもうこの4本生えてるっていう時点でもうバツ丸くんやからね。あ、これもうバツ丸や。お前、ちょ、自己主張激しいね。ちょいちょいにしろ。え、わかんない。わかんない。なんだこれ。いや、あの、ハサミ。あ、全問正解でした。あ、なるほど、これは、あ、探していくんか。あ、これ面白いやん。これいちご牛乳やろ。トマト、鉛筆探そっか。鉛筆どこや。あ、これ面白い。おー、ギョ、あと一個、なんかぬいぐるみ。あ、こいつや。はい、よーし。なんかシンプルにミニゲーム集として面白いね。星のはしごを作ろう、あと20段。お、結構、うわ、これめっちゃおもろそう。え、これ何、え、どうするの。全部つなげて消すとか、パズドラみたいにこうくるくるくるってやるんじゃない。違う、え、何、え、わかんない。
わかんないよ。あ、なるほど。え、このゲームがいっちゃ面白い。パズドラ、パズドラやんけ。ひっくり返って。あ、いや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 。で、こう。よし。すごい。最後の最後にとんでもないゲームがあったわ。あ、いった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 。これ20個つなげんのか。いや、これ5個いくで、ほら。あ、なるほどね。あ、上に溜まっていくんか。消した分だけとかじゃないんや。おい、落ち込んしてるわ。まさか、サンリオゲームで落ち込んするとは思わなかった。よし、いたいたいた。赤来い、赤来い。あ、惜しい。これこうや。これひっくり返す。で、これもひっくり返して。あと1段や。はい、これで一気にいった。すいません。ベストサンリオゲーム決定しました。キキララのはしご作りです。はい。これが一番面白い。で、最後、キティちゃんがはしご渡って、まあ、無事に、ゴールと、なんか手紙、ゲットしました。ちょっとこれ以上のゲームは多分ないやろうな。はーい。いや、おもろかったわ。なんか、一通りやれたしね。シンプルなミニゲーム集として、非常に楽しむことができました。今度一人でサンリオピューロランド行ってこよう。